おはようございます。めっちゃ寝起きの声なんだけど。<laughs> えっと、iPadOS16.2 が来まして、やばいです。で、見て、フリーボードが来て、やーいさっき落書きしてたの、ちょっと。<laughs> あ、なんか字ずれてんだけど、やだー、せっかく、せっかく私やったのに。これほら、字もね、ちゃんと全部、フォントとか変えられて、こう、 あの配置で,きてでも絵とかもズームインズームアウトがめっちゃしやすくてすっごい描きやすいのねでもうマジでもうなんだろうアップル純正のこういうなんか描画ソフトでズームインズームアウトができることが超感動なの今までメモアプリメモアプリとかで 今までメモアプリこれメモアプリなんですけどメモアプリとかはもうほんと縦スクロールのみでもうズームインアウトはもちろんできないで固定っていう感じだったからこれがもう普通にズームインアウトこのなんからんラ落書きとかも普通にズームインしながら書いてやったしでもこれがであなんか。 これねちょっと、ね、操作感があとさちょっとバグじゃないんだけどちょっとこれがね3本指スワイプとの相性がね絶妙に悪くてですねなんか何て言ったらいいのこれなんかこれ付箋がなんか貼れたりとかおかすが。 か付箋が貼れたりとか、まあ、字を書いたりとかっていうのはあるんだけどこのねテキストっていうかあの描画描画のこれツールアップルペンシルで使うこのツールねこれはあのね純正メモメモのツールじゃなくてこれ多分なんだけどページーズの描画のパッドってこのクレヨンがあって絵の具があってであの鉛筆あってマーカーあってってうこういう並びなんだけどメモアプリは。 ペンあってマーカーあってあの何マーカーっていうあのハイライト系のやつだあってであのこっちに鉛筆があって、まあ、カリグラフィーあと水彩っていう感じでだからこれではないのよこれがこのままフリーボードに来てくれてたらマジであの今までメモアプリで返すような描画ができたんだけどこれなぜかねだからやっぱりなんだろうアップルの中でお絵描き どっちかといえばお絵かきはあの純正メモで本当アイデア出し的なのとかそういうマーカーでカキカキする系っていうのはあのフリーボードみたいな感じででもズームインアウトでいい時お絵かきこっちに古こそあの水彩ブラシとか置いてくれた方がいいのになと思うんですけどねまあいいや。っていう感じでまあでもフリーボードはマジであのちょっと大興奮でしたねすごい本当細かい使い方はあの各自で見てみて。<laughs> <laughs> 丸投げ。で、これがね、あの、マジで、やばいのが、これですよ。ズドン、ほら、フォーカスが、やばいこれはすごすぎる、これをずっと待ってたんだよ。おーがーどういうことか分かるこれ、あのね、えっと、外部ディスプレイです。外部ディスプレイに今これ、繋いでます。スタジオディスプレイと iPad を繋いでるんですけど、見て、ほら、ほら、ほら、分かる これもう完全に独立した別画面ディスプレイとして今スタジオディスプレイに iPad の画面が映し出されててこれね今下のフォーカスが合わないこれ下のこのドックがこっちに今出てますねでちょっと今ね今までこの環境で私 Mac あそこに後ろにあるけど Mac とあの 外部ディスプレイをつないで、ここで作業してるってなってたから、今すごいバグが起きてた私の頭の中に、<laughs> あの、マウス使おう、あ、違うわってなる。<laughs> これは、これね、あの、iPad のカーソル、iPad についてるマジックキーボードのカーソルなんだけど、これをカーソル上にグッてやると、こんな感じで、スタジオ、サタディスプレイ、<laughs> 頭回ってない。<laughs> スタジオ、スタジオディスプレイの、例えば、ルマフュージョン、ビョン、ほら、すごくない こ,この間の動画の、あの、プリセットってか、なんちゅうの出てんだけど、<laughs> あダメだ、朝すぎて、が出てて、普通にこれ出てて、こっちはあの iPad 本体の画面はもう全然何も影響してないんで、もう独立して出てる。で、さっきのフリーボードがこれ、後ろにあるんですけど、っていう感じで、やばい、本当に。で、サイズ、インドウのサイズもこう、変えられて、なんかやっぱり Mac とはは全然違いますのであので使用感っていうのはそのサイズ変えた後の位置の自由度っていうのはほらこんな感じで引っ張ってお適当なとこに置こうとしても飛んでっちゃったりとかしてっていう感じでやっぱりそれは iPad の中でのあの何タスクいろいろやる系の動きみたいな感じになっちゃうからあのちょっとあの完全に。 Mac みたいにウィンドウがちゃんと移動してみたいなことにはあんまりならないんですけどでなんかで iPad 側でこれを例えば iPad の、えっと、スタジオディスプレイで何か映し出してるもの外部ディスプレイで映し出してるものを i p a d にも出して2画面みたいなことができないんですよさっきやろうとしたんだけど例えば今ルマフュージョンスタジオディスプレイに開いてるじゃないですかそれをあのあ7時になっちゃった <laughs> えっとルマフュージョンをこ はい、ルマフュージョンはこっちでやろうとするとほらわかる切り替えちゃってなんか同時に出す、まあ、これはでも Mac もそうっちゃそうなのかな同時に出すってイコールミラーリングになっちゃうからやっぱり同時に同じアプリが立ち上がるのは1個までっていう感じだから途切れちゃったこっちにあの作業しつつこっちに映し出すみたいな場合ルマフュージョンだったらこの全画面を映してでこっち側であの 操作するみたいな形になっちゃうのかなみたいな感じで。なんで、両方の画面に出てたら、なんか持ってよかったのになって、思いました。あくまで、一個、みたいな感じ。で、私が一番期待してた、あの、プロクリエイトなんですけど、これも同じで、プロクリエイトこっちで、まあ普通に、こう、書くとするじゃないで、それを例えば、外部ディスプレイ側に、 も出力して、そっちは大きい画面で表示させながら、なんか、作業するみたいなことが、えー、なんか良くなっちゃってるし、<laughs> なんかできないっぽいですね。うん、なんか、こっちに出されたものはもう、これだとほら、アップルペンシルは、こっちに突きつけるわけにいかないですから、書けないじゃないこっちで見ながら、こっちで書くみたいな、ことがちょっとね、なんだろう、難しいのかな。だからやっぱり、 これは、これをね、トラックパッドが小さいから、<laughs> なんかほら、バグで横になっちゃうし。で、これを、例えば、見たかったら、この、プロクリエイトのプロジェクトのキャンバスっていう設定、キャンバスのみを描画するには、第2のディスプレイ、アプル、またケーブル系で接続してください。接続してるぞ。これなんだろう、なんか。本当はね、これ、接続すると、こちょっと一旦、閉じて。 あれこれなんだフルスクリーンにしてあできたできたこんな感じでこれはあの本当何キャンパス手元の iPad 操作を全く影響せずにあのこれじゃちょっと分かりづらいなちょっと前に落書きしたやつこれだったら手元の iPad の画面の ズームイン、ズームアウトとか、あの、ペンシルの動き、こうね、追加でなんか書いても、に影響されず、画面はずっと固定になったまんま使えるっていうモードは、これはもう前からあって、今回の16.2は全く関係なく、あの、全然動作してた機能ではあったんですけど、やっぱり2画面出しみたいなのしたい場合は、こうするしかない。で、こうやってやった場合は、もちろん、 外部ディスプレイ側にステージマネージャーで別のアプリも出しといてみたいなことはあのねなんかねできないんですよねうんなんでこれはちょっと残念というかそういう仕様みたいですこれを解除してこっちでまあだからこなんだろう違うアプリで同時にマルチタスクするときよみたいな感じでしょうかねこっちでなんか動画編集系の作業を外部ディスプレイでやりつつ手元では あのプロクリエイトを動かしてるみたいなそういうことのためのものなんだと思う。でも今まで接続するとあの画面が両サイドにでっかい黒帯が出て比率がもう iPad の比率に固定されてたのがもうしっかりと外部ディスプレイとしてなるっていうのがすごいなと思った。あとこっちで見せようかこっちで出すとえー、っと。 友達のツイートが出ちゃうので、私のプロフィールにしといて。これがですね。よいしょ。今これ外部ディスプレイ側の方でドックから設定画面を開いてます。で、これで画面表示と明るさの項目から。 ディスプレイの設定がほら新しく選べるようになってて内蔵レティナディスプレイっていうのが iPad 本体のことで今つないでるのはスタジオディスプレイなのでこれつなぐディスプレイによってここに表示される名前は多分変わると思うんですけどここから細かい設定ができるようになってこのスタジオディスプレイの方を選択すると明るさこの今出してる画面の明るさっていうのはここに行かないと調節できないんですけどこうねほら iPad の本体の画面は何も影響ないけど外部ディスプレイ側の まあこれは別に今回の16.2にかかわらず前からできたんですけど。で、赤田さんの自動小説もできて、表情、で、これがすごいのが、これね、スペースを拡大っていうのは、このステージマネージャーにある iPad はみんな使える機能じゃない画面の,あの解像度をなんか調整して、見え方を変えるってやつ。これが、スタジオディスプレイ側と、あの、 内蔵 iPad 本体側ででで別のものもにできるんですよ今 iPad 本体はあのデフォルトの拡大表示になってるけどスタジオディスプレイはもうスペースを拡大っていうもう最大まで解像度上げて上げてんのかなちょっとよくわかんないんだけどこの辺はシステムがあのとにかくいっぱい表あのアプリとかがこう高い表領域に表示される設定っていうのが出て,てる感じで逆に今は iPad と本体と同じようにこうデフォルトっていうのに設定するして。 こうするとほら、ちょっとなんか、ちっちゃくなったじゃん。一番でかくするとどうなるんだろう。文字を拡大。文字を拡大にすると、ああ、こんな感じで。もうここまで来るとアプリがでっかく表示されちゃって、ドック消えちゃってるみたいな <laughs> 感じ。まあ、だから外部ディスプレイの場合は絶対スペースを拡大にした方がいいと思うんですけど、まあ、これはお好みで、iPad 本体とは別に設定を変えるっていうことができます。あと、これはなんかちょっと、あの詳しくはちょっとよくわかんなかったんで、まだ、あ、見てないですけど。 っていう感じでとにかくでも外部ディスプレイフルサポートこういう感じかっていうやっぱでも iPad らしさを残したまま iPad としてのなんか接続方法みたいなのをすごいあの出してきてる感があったのでそれがすごい。 オロロキです <laughs> はいという感じでちょっとあの朝で興奮してるんですけどちょっと今からもう髪も丸ってないし歯も磨いてないしご飯も食べてないけど急いで準備していかないといけないので <laughs> とにかくちょっとやっぱトイス16.0大興奮というお話でしたブチリはい <laughs> さよなら